さて今週も始まりましたハイチのダラダラジオでございます。皆様週末いかがお過ごしでしょうか。ひとまずね1週間お互いにお疲れ様でした。明日からもね1週間頑張っていきましょう。で今週のテーマはおそらく僕の伝えたいことみたいな感じだと思いますとか言って全然違ったらすいません。でこれはですね知ってる方もねいるかもしれませんが、私10月の、中日ぐらいから2ヶ月半の鬼のスケジュールが始まってまして、ちょうどそれが1ヶ月半ぐらいねもう終わるんですけれども、37年間で一番忙しくさせてもらってます。もうね本当にこの11月は気づいたら終わってたそれぐらいね充実してたっていうことだと思うんですけども、でその中で一番メインで今忙しいというかね多くさせてもらってるのが講演会なんですね。イベントとかもあるんですけど講演会がすごく多くて、で講演会もいろんなテーマで喋ることがあります。で例えば子どもたちの前で喋ることもあれば PTA の方から呼んでもらって保護者の方の前、あとは学校の先生の研修会の講師で行ったりとか、企業さんに呼ばれてね社会人の方たちに話すっていうこともあるから、いろいろなんですけど、子どもたちに話す時にこっちからテーマは何個かこういうのありますよってこう設定するんですが、もしよかったらこれで喋らせてもらえませんかって今年ちょっと推してるテーマがあって、それが教育 YouTuber がみんなに伝えたいことっていうテーマをで喋ってるんです。でこれは私まだ動画にしてないんですよ。私講演会の動画何本か投稿してるんですけど、意図的にそれはしてなくって、なんかね私が今一番好きな講演テーマがこれなんですよ他のも結構内容は似てはくるんですけど、結構本当自分の伝えたいことを全部ギュッて詰め込んでるテーマなんです。だからちょっと欲張りなんですけど生で聞いてほしくて、だからまだ動画にしてないんです。いずれすると思うんですけどね、動画にしてなくて。でその僕の伝えたいことっていう今回ダラダラジオをテーマにした理由は、この講演のねスライドを作るのにですっごく時間かかったんですよ。時間かかったし、毎回喋るたびにかなりこうね変わっていくんです。それは自分の中でみんなに何が伝えたいんだろうかっていうのがやっぱりこう気づけなかったものとかに日々いろいろね向き合っていくと、あこれも伝えたいっていうことに出会って、でそれを足していく。で過去の動画とか自分の動画とかを振り返った時に、そっかこういうことを伝えたくてこういうことを喋ってたな、そっかって忘れてたみたいなことをあっていろいろこう更新していくんですけど、このスライドを作るのにね本当に自分と向き合った忙しくてねなかなか時間も取れない中だったけども、なんか久々なのかな、こう自分の中身とやっぱり俺の中であと向き合った結果ね、こうやっぱり俺はその学生のみんなとか子供たちのためになることをしてたいって、で、37もまだねまだ37だけど、でもまだ37って思う自分ともう37って思う自分が結構今共存してる時期なんです。で、それはなんかいろんな場面で使い分けてはいると思うんですけど、もう37それだけ活動してきたから、だからこそやっぱり子供たちに学生のみんなに伝えたいっていう。でこの前もね群馬南中学校っていう高崎にね今私が住んでる地元にのね中学校で呼んでもらったんですよ。で群馬南中学校はそこでね校長先生に教えてもらったんですけど、高崎市で一番人数が多い中学校なんですって、公立でね。だから1年生8クラスあったからね。もしかしたらね皆さん住んでる地域では普通じゃねって方もいるかもしれないけど、俺びっくりしたから、え公立中でみたいな。だから全校生徒900人ぐらいいるらしいんですけど、でもそこのね子たちと話してる時もそこね結構ねちょっと機材トラブルの関係でいろいろわちゃわちゃしちゃったんだけど、でもそれでもみんなすごいまっすぐな目で聞いてくれたりとか、その後ねツイッターの DM まだ子供たちの感想は届いてないのでわかんないんだけど、でも DM で何人かくれたことか見てて、やっぱりこう自分の中で思ってるのがね、多分900人もいたらまたどっかで出会う方もいると思ってるの。しかも地元だからさ、多分高崎のイオンとかで買い物しとったら普通に出会うと思うんだけど、でも俺がみんなに伝えたいっていうもの、それをしかも聞いてくれてる状態で思いを伝えられる場面、多分ここしかないんだよね。だからこそもう
なんつんだろう、こうね、魂をそこに置いてくる感じの結構講演の仕方なんですよ。熱量はね、多分私結構高いと思っていて、講演は、だから一期一会じゃないけど、900人もいたらさ、みんながみんなね、全員が 100% 満足度マックスはできないし、ね、あの眠そうな子も当然いたし、まあ、寝ちゃってるんじゃないかなとかもいたけど、でもそれはそれでいいと思ってて、ね、みんなが自分にはまるわけじゃないからさ、でも自分の喋り方とか内容とか思いとかそういったものをより、高いもの、自分の中のレベルの高いものにしていったら、最初はさ全然聞く気のなかったことかもさ、気づいたらなんか終わってたみたいなのができたらいい出会いになるんじゃないかなって思うんですよね。やっぱりなんかそのね、スライドを作っていくときに自分の中にある思いをまず見つけるところから探さなきゃいけないんだよね。で、思いを見つけたときにそれを今度は言語化するっていう、言葉にするっていう作業に、まあフェーズに入っていくのね。で、それがね、すごく苦しくてすごい楽しかったんですよ。自分の中で今もう現在進行で楽しんでる。実は今これ撮ってるの、前日26日に撮ってるんですけど、来週火曜日だから3日後かに、また地元のね、高崎の今度高校で喋らせてもらうんですよ。でしかも高校じゃなくて場所をちゃんと借り出す、なんかね、記念式典かな、その高校の何十なんて90周年だったかな、ちょっとごめんなさい、ちょっと今見てないから分かんないけど、そう、そこの記念式典の記念公演でやらせてもらうんです。なんか全校生徒さんとかこういろんな方が集まって、1200人ぐらいかな、あの前で喋るらしいんですけど大丈夫かな。でも、まあ、そこはねちょっと YouTuber が伝えたいこととはちょっとずれちゃうんだけど、テーマが。でも多分似たような話が、結構自分の思いをそこにガッて込めて喋ってくる予定なので、またそこもね、こう一期一会っていうところ、自分とその子たちが出会えるのは多分この一瞬が最後になる子がほとんどだから、だからこそやっぱり後悔のない講演会にしたいし、子供たちにとっても、聞いてよかったなって、出会えてよかったなって、この時間があってよかったなって、思ってもらえるような講演にしてこようと思っております。はい、なんかこの1年ね、講演会ほんとたくさんさせて、まあ、去年からかすごいたくさんさせてもらって、でも今年は去年の多分2倍ぐらいのペースでやらせてもらったんです。だから今までで言うと何本だろう、100本は行ってないのかな、7、80本とかもっとやったかな、まあさせてもらってて、初期の頃は楽しめなくて全然、でも今でも緊張するし、あの結構ね、今ねマネージャーとねがね同行してくれる、マネさんが同行してくれること多いから、もう控え室で「ごめん吐きそうだ無理だわ」とか弱音吐いてね、実際さ、あの胃が弱いんで、なんかね緊張してこううってなるんよなるんだけど、で喋ってる時も今マスクして喋ることが多いんで、私あのね、だから酸素吸が下手くそなんよね、呼吸が多分。だから授業動画撮ってる時とかもすぐこう息切れしてむせちゃったりするんだけど、でもそれでもね、楽しいというか達成感がすごい感じれるんですよ、最近の講演会は。だからまあどうなるかわからないけど、来年はね多分今年以上に講演を、まあ話が来ればだけどね、講演会をしてる気がしてる。なんかいつまでねそれを続けられるかわからないけど、なんかいろんなところに行っていろんな子供たちに、一人の俺が生きてきたなんか一部分っていうのをね、魂込めて伝えられたらいいんじゃないかななんて思ってるんだ。そう、これをなんで口にしてるかっていうと、口にする方が叶うからみんなにね、そのなんか承認になってもらう感じで喋らせてもらいました。すいません、ちょっとね今週はかなり私の話になってしまったんですけれども、ここまでねお付き合いいただきありがとうございました。ではね、来週はなんと12月です。もうあっという間やねもうびっくり。あ、しかもあれだ、来週あれですね、ダラダラジオを投稿してる日、12月4日なので、あれだ、リアルイベントね、日本科学未来館かでね、久々にリアルイベントやらせてもらうので、もしかしたらね、そこに来てくださった方も今これを、あ、これを来週か、聞いてくださってるかもしれないんですが、まあ、よかったらね、来週もぜひ聞いてみてください。それでは、今週1週間もね、お互い頑張っていきましょう。ではまた来週お会いできたらと思います。それじゃあ、またね。バイバイ。